今日のアスカ賞は森大使による日本の漫画作品。月刊。スピリッツにて2009年10月号から2013年9月号まで連載された。単行本は全4巻。話数表記は幕目。作者の第5作目の漫画作品。少々天然な女子中学生を主人公に日常を描いていくショートストーリー作品。一回の掲載あたり。 基本9ページでの構成となっている。基本的に1話完結だが、たまに続き話が入ることがある。劇中では、主人公のお色気シーンが多く盛り込まれる。月刊、スピリッツ2012年8月号にてアニメ化が発表された。2012年8月3日より、スマートフォン向け動画サービス、ビデオマーケットで配信のアニメ。第1話は無料で、 第2話以降は、有料配信。アプリ動画配信連動系アニメと名打ち、アニメ内の合言葉を無料配信アプリに入力できる。2012年9月28日発売のコミック第3巻、DVD 付け限定版には、第1話から第5話までを収録。また2013年3月20日から7月31日まで、アニメシアター X にて放送された。 2014年3月26日にワーナーホームビデオよりブルーレイディスクが発売。ありがとうございます。